こんにちは。スイス在住、元バックパッカーのベーネです。はじめましての方が多いと思いますので、今回は自己紹介動画を撮っていきたいと思います。私は40カ国ほどを旅したことがある元バックパッカーなんですけれども、日本に帰国した後、インターネットで物販ビジネスを学びまして、それを自動化することで家にいながら毎月50万以上を稼ぐことができるようになりました。それで資金を作りまして、現在はスイスのジュネーブという町に移住して、こちらで生活しています。元バックパッカーとお伝えしたんですけれども、私もですね、最初から旅をしていたわけではなくて、ブラック企業に勤めていた会社員時代もありました。早朝に起きて、深夜に帰ってくるような生活を続けていても、給料は安くて経済的に明るい未来っていうのは見えていなかったんですね。そんな時に当時付き合っていた人にプロポーズされて、結婚することになりまして、寿退社の予定だったんですけれども、いろいろあって、それも直前に破談になりまして、仕事と恋愛を一度に失い、それまで貯めていた貯金を元手に、旅をした、そういうきっかけだったんですね。そんなこんなで今まで旅をした国っていうのは40カ国ほどなんですけれども、その中でいろいろありまして、そうですね、カンボジアでは、私日本では虫大嫌いなんですけれども、虫を食べたり、ニュージーランドではこのタイヤに乗って川下りをしたり、クック諸島では山でリアルに遭難したこともありますし、カナダで赤毛のアン大好きなので、赤毛のアンの世界に至ったり、エジプトで砂漠の中のオアシスを探検したり、ノルウェーでオーロラを見たり、もうタイでニューハーフのストリップショーを見たりですね、もう本当にこうやって上げていくとキリがないんですけど、もう最高に楽しい旅だったんですね。でもその旅が終わって帰国すると、もうあれ、貯金も仕事も何もない、そんな状態だったんですね。でも楽しいことが終わってからのこの瞬間って、もうまるで夢から覚めて現実に引き戻された瞬間なんですよ。お金もないし、仕事もないし、キャリアもないし、今からどうするんだっていう状態だったんですね。でそんな時に私の救世主となるべくして出会ったのが物販ビジネスだったんですね。で初月は5万円だったんですけれども、2ヶ月目は10万円、そこから20万円、30万円、徐々にこう利益を上げていくことができました。それでですね、その後結婚して子供が生まれたわけなんですけれども、子育てしながらも物販を通して毎月50万円以上、多い時は70万円以上安定的に稼ぐことができるようになりまして、家族ができてからも大好きな海外旅行を、家族みんなで楽しむことができるようになっています。でそしてそのうち海外で子育てがしたいと思うようになりまして、2019年の12月に家族でスイスに移住してきました。スイスは教育水準が高いことで、世界でも有名ですし、治安もいいですし、空気も水も美味しい。で、都市に住みながらも大自然が目と鼻の先っていう、そういう環境で子育てができるっていうことが、やっぱりスイスを選んだ理由なんですね。スイスは物価が高い国なんですけれども、日本で自動化されているこのビジネスのおかげで、スイスでも生活できるようになっています。物販というとですね、どんなイメージを持たれていますか？物販というのは、物を販売するということですね。で、物を安く買って高く売り、その差額を利益として儲けるっていう、これが物販ビジネスなんですけれども、じゃあその安く買ったものが売れなかったらどうするのって思われる方もいらっしゃると思います。物販を始めるにあたって多くの方が心配されるのが、この部分なんですね。私が学んだのは、どうすれば物が売れるのかということだけではなく、売れる商品を知る方法ですね。それを学びました。でこれさえ知っていれば、在庫を抱えるっていうことはまずありません。ということは、赤字にならないということですよね。で実際この動画を撮っている間も、今現在も私の商品は日本で売れ続けているわけなんですけれども、私は入荷後1ヶ月以上売れない不良在庫というものを持ちません。しかもその大半は1ヶ月どころか3日以内に売れてしまいます。で売れる商品しか仕入れなければ、必ず売れるっていう自信とともに販売できますよね。で売る場所っていうのも今はインターネット上にたくさんあります。70歳以下の人口の
8割がスマホを持つ時代なんですね、今って。とりわけ簡単に始められるメルカリとかはもう本当に利用経験がある方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。で、私も初めてビジネスをスタートした時は、一番最初に使ったのがメルカリでしたね。メルカリで商品を販売してみました。で、今はメルカリやラクマとかのフリマサイトの他にアマゾンで商品を販売しています。安定して30万円を稼げるようになってからはこのビジネスを自動化する方法を学びました。で、自動化すると自分に時間ができるのでその分新しいことに取り組むことができるんですね。で、そうなると30万だった収入が50万、70万、100万というふうに増やしていくことができますし、何より日本にいなくても物販で収入を得続けることができるようになるんですね。こうすることで私はスイスにいながらも安定した生活をこちらですることができています。で、私の LINE アットではですね、私の救世主となった物販ビジネスをはじめ在宅ワークに興味がある方に有益な情報をお送りしています。で、また LINE でも直接お話しさせていただくことができますので、よろしければこちらを LINE で検索して友達登録してくださいね。で、説明欄に URL も貼っておきます。私の YouTube チャンネルでは旅や海外に興味がある方向けの情報を発信しているんですけれども、主にはいつか海外に行きたい、外国に住みたい、自由なライフスタイルが楽しめたい、そういうことを思っている方向けにですね、私がどのようにして貧乏バックパッカーからスイスで今こうやって余裕のある生活を送ることができているのか、その詳しい方法をお伝えしていきたいなと思っています。私のように自分の夢を叶える資金作りがしたいと思っている方にはきっと有益な情報をお届けできると思いますので、ぜひチャンネル登録をして今後の情報も手に入れていただければなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。